今日はももかさん企画考えてくれたってことなんですけど、うん、何やる感じなんですか。以前にキャバクラ の内見の動画密着してもらったと思うんですけど、はい、私はとにもかくにも歌舞伎町を盛り上げたいんですよ。はいはいはい。でこんなに頑張ってんのに私が山で舐めてるキャバ嬢多いなと思ってめっちゃキレてるじゃないですか。だってね私の時代なんて固定宅がないのに、はい、まあ、シフトを入ってて出勤になってたら、はい、まずいなって思いながら出勤してた。あーめっちゃ意識高いですね。でそれこそ2日連続閉めた来なかったら担当のボイスさんにすいませんでした。でも3日目になったら向こうから言ってくるから、でね3日目だけどどうなってんのみたいな。はい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 。予定がない、予定がないっていうか、まあ、出勤をして指名のお客さんを呼べなかったら謝ってたの。でも今の子って凍結しないでくれてる、今月ありがとうとか、はい、今日も遅刻してこないでくれてありがとうキラキラみたいな感じで、なんか全然違いますね。そうだ、そういうこと言うとあそこ厳しいから働きたくないってなるから、なんかもう出勤してるだけでありがとうってこっちが言うみたいな。へえ、ほんとすごい縦社会から急に保育園みたいな対応に変わりましたね。そうだね、うん、保育園ならまだいいんですよ。同じ日本人なのに日本語が通じないやつが出てくるんで保育園よりまずいですねどういうことなんですか。具体的に動物園みたいな、うん、あれ言葉分かってんのかな、分かってないんじゃないかな頭で考えられないね自分のね。まあそうだね、何考えてるか分かんないから、動物とか、まあ、宇宙人とか、はいはいはい、何考えてるか分かんないじゃないですかあいつら、はい、何してくるか分かんないし表情も出さないんで怖いですよ本当。自分で良し悪しが区別がつけられないんですよね、悪いこと悪いこと。変なやつ多いよ。そういう子でも売り上げはやっぱ出てたりするもんなんすか。まあそうね、出てない子の方が多いよねやっぱり。稀なケース、やっぱ変なやつはなんかお客さんもさ、はい、うわって思うし、うん、俺キャバクラに来たはずなのに動物に疲れたみたいなちゃんと頑張ってる人とかいない感じなんすか。いる最近の。もちろん、いやうちの店は頑張ってる子多いよ。あ、そうなんすか、やっぱり。なんて言ったってトップ私ですか。あ、さすがですね。それはね、目につくのがね、他のキャバクラ飲み行った時ね、はい、うん、可愛くない、はい、喋らない、飲まない、逃げちゃダメだなって思う。キャバクラ嬢はお酒飲んでお客様とこうお話ししてたその時間を楽しんでもらうって、はい、酒の場をね、はい、楽しんでもらうっていうのがお仕事なので、やっぱそこでね、エッチバンバンしちゃうとね、そっちに逃げちゃうんだみたいな。でそうするとなんか例えばお客さんとかで、まあ私もよくあるし、まあ枕しないで一生懸命売れてる子とかも多分感じることあると思うんですけど、はい、だからどこどこ店の何々ちゃんはやらせてくれたんだからお前もやらせろよっていうわけわかんないなんか伝染病みたいなの飛んでくるんですよ、パンって。多すぎて最近もう潔く風俗で働いてくれって思うけど、でもまあ私もこうお店を運営してて、あまりにお客さん呼ばない女の子、はい、でまあ別に可愛くもないしスタイルも良くないし面白くないし酒も飲まないし、とにかく人数合わせでまあ入れるかって女の子が、はい、態度も悪くてお客さんも呼ばないってなった時はもうセックスしてでも連れてこいって、枕してでも。だからちょっとそこでは矛盾が生じるんですけどまあでもね、普通やらないのが普通、でもやってでも連れてこいよめんどくせえなって思うやつもいるしたまに。なるほどっすね。まあじゃあ否定派ではいるんですけど、まあ売り上げ上げるためならそれぐらいの覚悟でやれよっていう感じなんですね。整形と一緒だな。あ、なるほどっすね。やっぱりその売れてない人たちってその精神面が問題なんですかね。そのビジュアルが可愛いけど売れてない人とかっていると思うんですよ、うん、分かってるんだと思います。私可愛いから一緒みたいな。ああ、うん、だからそういう子はやっぱね面白くないです。なるほど、努力が足りないって感じです。努力をしてくれないですね可愛い子は。はいはい、うん、ブスの方が頑張りますね。だからまあうちのお店は自分のお店で育成していこうかなっていうのが基本、うん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 。なんか別にね、高いお金払って高い補助パンって言って可愛い子とか有名な子入れてもいいんだけど、はい、空気あるよね正直ね。うんうんうん、うちのお店の子たちはねすごい頑張り屋さんが多いから、可愛い子もちろんいるし、あとはまあ売り上げに立ててくるとね、その女の子が可愛く見えちゃうしねうん、すごいなって思って、ありがとうって。もう母性ですねもうどうもありがとうねって。だからそのちょっと変な話、私は現場に出て
こう全部指導しながら、こう見栄えよりはやっぱりその質にこだわりたいですけどね、うん、接客の、うん、面白いとか飲むとか。じゃあやっぱり必然的にまあビジュアルが良くなくてもすごいトークがうまかったりっていう子の方がやっぱ評判とかもやっぱ上に来るって感じ。そうですね、あの何をとってもね、人徳、うんうんうん、愛嬌、キャバ嬢はやっぱ顔だけの子はね最初売れますけどね、短いし。でもやっぱ他の店行っても保証出るんですよ。だから保証で飛んでポン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 みたいな。あうん、だからまあ何かのご縁なんで、客とも従業員も、はい、まあ、うちの店で働いてるって、まあ、入り口はどこであっても私のことが好きじゃなくても私のこと知らない女の子でもまあいないですよね。たまーにだ仮にいたとしても、まあ、一緒にねこうやって同じ場所で働くっていうか何かのご縁なので、な長く働きたいなと思うし、あのやっぱ育ててあげたいなと思うんで、あんまりこう自分の方が可愛いって分かっちゃっててこうツンツンしてるようなのはちょっとね、まあ怖いなって思うね。まあ、最後にじゃないですけど、はい、まあ、なんか怒ってらっしゃったんで、なんかそのメッセージ的なものを。桜井ののかといえばね、整形なんで、みんなやれ目を大きくしたいとか、あの鼻高くしたいとか、あの小顔になりたいとか言うけどね、まずやんなきゃいけないことはね、痩せることね。あ、やっぱダイエットかな。そうそうそう、あのやっぱね、太ってるのってあのキャバ嬢の作りのドレスって細いの多いんですし、太ってるイコールだらしがないって思われちゃいますよね。スタイルを維持ができないっていうのはやっぱりこうだらしないって見られがちというか、男の人ね、痩せてる子よりも太ってる子の方が好きとか言うけど、あれ嘘だから。キャバクラじゃん、そう、まあ、世間的にはどうかわかんないですけど、はいはいはい、うん、キャバクラ行ってデブついたらうおってなる。彼女にしたいとか、はい、エッチなことするとかだったら抱き心地いいとかあるかもしれないけど、ね、あの普通にね見ながら酒飲むだけだったらやっぱ痩せてないとダメよ。まあそうですね、僕もそう思います。だから整形整形って騒いでるけど、まずお前の体型どうにかしろよってやつ多い。なるほどですね。もう勘弁してよって、で休みくださいっつって、お前ダウンタイムやで飯食うべ絶対めちゃくちゃっつって。なるほどですね。じゃあまずはダイエットと根性を鍛えろっていう。まあそうね、うん、継続は力なりなんで、やっぱダイエット成功した人ってね、うん、何やってもうまくいくよ基本は。うんうん、一日でどうにかなるもんじゃないから、一夜漬けでどうにもなんないし、やっぱ継続して何か物事をできるっていうね、あの一つの自信につなげてほしいですよね。ダイエットもこれだけ頑張れたから、じゃあ次何かあった時もあのダイエットみたいに継続して頑張れるみたいな。脳脂肪吸引、まあ農家さんも以前ダイエットとかされてましたよね、うん、してたね。痩せたよ、うちは。痩せた理由っていうのがやっぱり言えないからね。うちの場合はあの太ってても売れてたからよかったの、うんうん、面白いからずば抜けて誰よりもで可愛かったしね、ちょっとスタイルはねって感じ。あの食欲はね我慢できない。性欲と食欲はい、うん、睡眠欲は我慢できるんだけど、性欲と食欲だけはどうしても我慢できないの。ああなるほど、うん、松葉崩ししてしまうと。しちゃうね。うん、週5ぐらいねかます。いや何話してたっけ。その自分が痩せてないとキャストに言えないから、うんうん、でまあナンバーにも出てないし、はい、まあ、売り上げ多分ざっくり分かると思うんですけど、みんな、はい、うん、すげえ売るなっていうのは多分見た感じで分かるけど、その明確な数字とかも誕生日以外は出さなかったから、やっぱりそういうところで、まあ、キャストの教育の一環としてやっぱ一番痩せてないとダメだなって思いましたね、痩せろっていうためにってことで、あの N 始めてから7キロ落としてます。おお、すごいっすね。うん、すごいよ。なるほど。お金だって思ったら頑張っちゃうからね。いやこれダイエット法とか動画したらこれもどっかに行くんじゃないですか。まあ圧倒だよね。痛風怖いけど。なるほど。はい、ってことでね、参考になったでしょうか。まあ参考になったというかね、ダメ出し動画ですね。ダメ出しってこと、うちだよね、うちだって感じでね、実践形式のお客様に喜んでもらうテクニック的なものをね、あの動画需要があるなって思うんだったらね、まあ、思ってくれるんだったらやろうと思ってるんでね、あのののか教えて桜井って感じでね、こんなこと教えてほしい、あの売れるキャバ嬢としてってことであったね、コメントじゃんじゃんお待ちしてます。はい、あの真面目に YouTuber 頑張ってるので、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。桜井ののかでした。